名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対広島東洋カープの10回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはドラゴンズの先発浜田が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。1回の表、カープの攻撃、シン入ります。昨日のゲームで4安打を記録しています。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやっ高めのボール、この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。目の覚めるようなツーベースヒット。さあ、この場面でルーキーの高、昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。得点圏にランナーを置いて初回からピンチを迎えますドラゴンズ。小宮山さん、初回からピンチを招いてしまいましたね。まあね、こういう場合はボールになってもいいぐらいの気持ちで厳しいコースに投げ込みたいですよね。なるほど。さあ、注目です。外、わずかに外れた。ボール先行です。鋭くついてきました。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制。打ちました。ここもファールです。際どい、スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。高く上がった。レフト下がる。抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。1対0。ドラゴンズなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか？もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。カープマウンドに上がるのは先発のコウ。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは大島、昨日はマルチ安打を記録しています。さあ、カープはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ボールになります。ボール先行です。インコース思わずバットが出ました。160キロ。引っ張った。一塁そのまま入ってアウト。
打順は5番高橋。昨日のゲームはバットでチームに貢献しています。ドラゴンズ、点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、頭上突き刺さった、ソロホームランが出ました。ストレートライトスタンドに運ばれました。2回の裏、ドラゴンズにホームランが出ています。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。9対1、これで1点を返しました。まだゲームは序盤、打線がつながればまだまだ分かりません。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね。打ちました、高く上がった、入ったソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。2回の裏、ドラゴンズにホームランが出ています。3塁回って今ホームイン、9対2になりました。これで1点を返しました。まだゲームは序盤、打線がつながればまだまだ分かりません。ドラゴンズ、ホームランで得点を挙げています。打った高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。2回の裏、ドラゴンズにホームランが出ています。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対3、これで1点を返しました。まだゲームは序盤、打線がつながればまだまだ分かりません。初球ストライク、打球はレフトへ、レフトが取りました、ワンアウトです。打席には2番バッター中田、先ほどの打席でヒットを放っています。西さん、相手に行ってしまった流れを取り戻すためには何が必要ですか？とにかくね、気持ちを強く持ってですね、もう攻める気持ち、これを忘れちゃいけないですよね。そうですよね、そんな起爆剤になるようなプレーに期待したいですよね。引っ張った、ファーストうまくさばいて一塁そのまま入ってアウト。
バッターは6番和田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。さあそして和田、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。抜けた高めのボール見逃さなかったですね。はい、7番バッター森野。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。初球ストライク、変化球入りません。低めは外れました。低め外れました。ボールを操ってきます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。2アウトからランナー出ます。このランナーを返したい、まあ、ビハインドではありますが、繋いで流れを変えたい場面。ここでドラゴンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の伊藤。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ファウルになります。ボールになります。打ちました、痛烈な打球、ライトセンター飛び込んだ、ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。さあピッチャーに打順が回ってきましたが、ここでドラゴンズ代打を送ります。バッターボックスには代打のエルナンデス。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。外へのシュート外れます。見極めています。引っ張った、これで3アウト、試合終了になりました。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、ピッチャーとしてはなんとか立て直していかないといけませんね。まあそうですね、ちょっとそのがっくりくるような感じになりますんで、まあ明日ですね、ちょっとピッチャー陣はダメージ受けるかもしれませんね。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。